はい、竹人です。今日もビログお届けしていこうと思います。今日はですね、ちょっと、ダイエット始めて、まあ、大体1ヶ月経ちましたんでね、ちょっとそれのご報告をしておこうかなと思います。ここに、ちょっと写真出します。毎日タニタの体組織計に載っているので、それをね、毎日iPhone で受信して、記録をちゃんと取っているという感じです。まずはちょっと体重から見ていきましょうか。体重がこんな感じです。まあ、大体1ヶ月ちょいっていう感じなんですけど、だいたい始めた時はね、74いかないぐらいだったのは、今がね 69.5 とかそんな感じなんで、まあ1ヶ月で4キロぐらい体重自体は減りましたという感じです。でちょっとね、先週木曜日ぐらいから、で先週のちょっと木曜日ぐらいから飲み会とかお出かけ続けだったんで、ちょっとね増えちゃったりしてるんですけど、まあまあこのままね引き続き体重の方は減っていくと思いますという感じです。はい、次に重要なのは、まあ最も重要と言っても過言ではないかな、私の場合は体脂肪率、こちらです。こんな感じです。スタートした時で 27.3 とかそんな感じですね。もうかなり脂肪だらけという感じなんですが、まあ順調に減ってきて、一時期は 23.5 とかまで行ったりとか、これやっぱね、体組織系がそのものすごい高級な、しっかり測れるものじゃないんで、やっぱまばらなんですよね。なので、まあまあ平均値で見ていくようなイメージかなと思うんですが、そういう意味で言うとだんだん減ってってるというのは間違いないと思います。まあ、平均値でいくと、だいたい 27.3 とか4だったのが、今25前後まで来てるのかなという感じであります。まあ、いわゆる一般的に標準と言われているのが 18% 以下なんで、まだまだね、減らす必要があるという感じです。で、この体脂肪率に対してやっぱ重要になってくるのが、こちらなんですけども、はい、筋肉量ですね。体重が単純に減っても筋肉が一緒に落ちてっちゃってたら、あんま意味がないというところなので、重要なのは筋肉量なんですが、筋肉量もね、やっぱちょっと減ってってるなという感じがします。平均値見てもやっぱ1キロぐらい減っちゃってるんで、だまあ4キロ僕は体重がだいたい落ちたんですけど、そのうち3キロぐらい脂肪が減って筋肉も1キロぐらい落ちてしまったという感じなのかなと思います。なので筋肉はね、ちょっとやっぱりトレーニングとか運動をしてなるべく減らさない、もしくは増やす方向に持っていきながら体重だけ減らしていくというところがやっぱ最重要かなと思いますので、ちょっと運動があんまりできてないので、まあ、週末はね、なるべく頑張って運動をしていけるようにしていきたいなと思います。まあ、体重とか、体脂肪率で見ると1ヶ月で4キロとか減っているので、まあ、全体的に見るとね、4キロぐらい体重が減っているので、ちょっと勢いつけすぎてるかなという感じもしますので、まあまあ、月2キロぐらい、2、3キロがベストかなとは思っているので、まあ、ちょっと今ペースがね落ちてきて我慢するところなのかなとは思っているんですが、引き続きね頑張っていこうかなと思います。はい、ということで今日は1ヶ月ダイエットした、ね、結果をちょっと皆さんにお見せいたしました。明日以降も動画見てください。では。